はい、どうもジャクロでございます。はい、今回で第6回目となりました、監督&戦術紹介。はい、この動画はですね、それぞれの監督で、戦術を考案し、皆様に提案する企画でございます。スカッドを組んだり、試合をする際に、参考にして、実践していただけたら、幸いでございます。はい、はい、ではね、今回紹介する監督はこちら。はい、ジャンピエロ・ガスペリーニ監督でございます。はい、セリエ A、アタランタの監督になりますね。はい、得意な3バック戦術を駆使する、攻守一体型の超攻撃カウンターの監督でございます。はい、では早速見ていきましょう。オフェンシブ、ディフェンシブともにですね、3-2-3-2の監督になりまして、攻撃タイプがカウンター、ロングパス、中央、フォーメーション重視、リトリート、サイド、アグレッシブ。ディフェンシブ戦術も同じですね。はい。ではね、早速、人生の方に、行きたいと思います。はい。で、この監督はですね、攻撃に関しては、かなり、強い監督になります。はい。で、今回は、戦術に合わせてディフェンス面とオフェンス面に分けて、紹介していきたいと思います。はい。まずディフェンスから見ていきましょう。はい。ゴールキーパーですね。ゴールキーパーに関しては、今回ノイアーを採用しておりますが、基本的に、好きな選手で構いません。で、続いてね、センターバックになるんですが、今回の、ガスペリーニ監督は、特殊で、少し改良が必要になってきます。はい。で、この監督は全員で攻めて全員で守るというスタイルで、非常にディフェンスラインが高く、カウンターや裏抜け、サイド攻撃で突破されやすいという一面を持っております。はい。で、この監督に関してはディフェンス面で、戦術、人選、ポジション配置を今までの監督から改良しております。はい。で、センターバックがですね、中央にビルドアップの選手を置かないで、前線に上がらない、センターバックを人選しております。サイドには、足が速くディフェンス力高さがある選手を、人選しております。で、今まで紹介した基本的な布陣と逆になりまして、この配置にすることで中央の裏抜けや、カウンター、サイド攻撃対策で安定します。中央に関しては候補選手、クリバリ、ピケ、ラモスなどが安定します。はい。今回のマルディニンでも大丈夫です。で、サイドはですね、両方ビルドアップでもいいんですが、人選も、楽なので、ビルドアップの選手ね、非常に、優秀な選手が多いんですので、サイド両方ともビルドアップの選手でもいいのかなと思っております。はい。で、候補選手はですね、マルキーニョス、デリフト、FP で出てきたラングレ、なんかがいいかなと思っております。で、クリバリ・マノラスでも、OK かなと思います。はい。以上がですね、センターバックの人選になっていきます。はい。続いてサイドハーフですね。前回ね、フィジカルを重要視して、サイド攻撃に対してプレスしていく戦術でしたが、今回はラインが非常に高いため、容易にプレスすると簡単に裏を取られます。はい。で、リトリートの監督ですぐ自陣に戻る動きはしてくれるんですが、対応がね、ちょっと間に合いません。はい。で、サイドハーフの、ディフェンスはですね、相手の2列目以降の選手には基本プレスをしません。はい。プレスをすると1列目の選手に裏を取られやすいからです。はい。では何をするかと言いますと、一定の距離を保って、パスコースを防ぎ、ポジションを整えます。で、相手にですね、フライパスしか出せない選択肢を与えていきます。そうすることによってパスコースが読みやすくなるので対応しやすくなってきます。はい。続いてですね、相手が1列目の選手がボールを持っている場合は、プレスをかけても良いです。ですが、しっかり裏をカバーしていくことが必要になってきます。で、戦術がロングパスになりますので、攻撃時はサイドチェンジやフライパスが非常に有効になりますので、人選は、スピード、フライパス能力、そしてディフェンス力が、大事になってきます。
候補選手としましては右側がキミヒ、カルバハル、カフー、ベッカム、もありかなと思っております。でフライパスは少し低いんですが、FP のね、ニャブリ、も非常に優秀です。攻撃面に関してはニャブリは突破してくれるので非常に助かります。はい。で続いて左側、左側に関しては、前回と言いますか、CS で出てきた FP アレクサンドロ、アラバ、ロバートソン、マルディーニ、マルセロ、ネドベドでも OK かなという形ですかね。基本的にはサイドバック適正の選手を、配置する方がいいですね。ウィングの選手でもいいんですが、ちょっと、ディフェンスに関しては少し今回ばかりは、少しマイナス面になってきます。はい。続いてセンターハーフ見ていきましょう。センターハーフに関しては、中盤の守備を安定させて、うまくカウンターを取りたいというところで、守備にスポットを当てて陣線していきます。はい。1人はディフェンス力、高さ、パスを兼ね備えたアンカー、ブスケツ、ロドリが無難かなと思っております。候補選手はですね、ファビーニョ、フェルナンジーニョ、ハードプレスになるんですが、カンテ、ゾブニ、ビエラ、あとはアランなどなんかもいいですかね。はい。で、もう一人の人選はですね、チャンスメーカーとかプレーメーカーとかも試したんですけど、ちょっと守備が安定しないってことで、ボックスボックスのね、選手を、起用したところですね、非常に安定しました。はい。ちょっとポグバ入れたばっかりでね、チームスピリット98までしか行って、まだ行ってないんですけど、このポグは非常に優秀です。はい。で、攻守一体の監督なので、一人は動き回る選手が欲しいところですね。はい。で、基本的には守備が強い選手がいいのかなと思っております。で、ポグはね、ディフェンスの能力値はそこまで高くないんですが、身長も高くて、パスもうまく、で、何よりね、アグレッシブとフィジカルっていうところが強いので、ボールをダッシュしやすく、そのままカウンターにつなぎやすいです。はい。で、候補選手に関しては、ビダル、ゴレツカ、マテウス、サウール、カンテなんかもありなのかなと思っております。で、ダブルアンカーでもいいくらい、中盤の守備を安定させた方が、いいかなと思っております。で、守備に関しては、ボールが相手陣地にある場合、前線の選手、ここではセンターフォワード、セカンドトップ OMF にしておりますが、こちらの選手でプレッシャーをかけに行っていきます。はい。で、中盤の選手はここでは、基本プレスには行かず、前線の選手がプレッシャーをかけて、パスコースを絞ってインターセプトを狙っていきます。はい。で、ボールが自陣にある場合は、プレスと、裏キア、いつも通りですね、でボールダッシュを狙っていきます。で、センターハーフ、サイドバック、センターバックに、高さがあると、フライパスにも対応しやすく、空中戦でも勝ちやすいので、おすすめしております。はい。以上がね、ディフェンスの、戦術になります。はい。続いてね、オフェンス面見ていきましょう。オフェンスはですね、基本前線3枚で点を取っていく形になります。でボールさえ取ってしまえば、非常に攻撃がしやすい、監督になりまして、ぐんぐん前線に上がっていくため、攻撃の展開が早いです。ただもたついてると、距離が空いてしまうので、早いパス回しで相手の体勢が整う前に、シュートまで持っていく必要があります。で相手に詰められた場合は、サイド攻撃を使います。相手のディフェンスを誘い込んで、前線に出す、もしくはサイドチェンジをすることで、相手の裏を取りやすくなります。はい。で陣線になるんですけども、センターフォワード、セカンドトップ、 OMF はプレースタイルを見ながらうまく配置すると、いいかなと思っております。でいろんな陣線があるので、いくつかご紹介するんですけども、まず1つ目、今、配置している陣線ですね。まずね、メッシはインサイドレシーバーなんですが、チャンスメーカー的な動き方をしてくれます。はい。でロナウドに関しては、前後に空いたスペースにポジショニングする動きをしてくれます。はい。でタリスカは、まんべんなく仕事ができる能力を持っておりまして、もちろん2列目の飛び出しで、抜けてくれますし、ワンタッチパスを持っております。
で非常に使いやすいですよね。はい。でプラス、2トップに高さを持たせることにより、攻撃の幅も広がりますし、シュートチャンスも増えます。はい、クロスからのヘディングっていうね、チャンスが、出てくると思いますので非常に有効かなと思います。プラスですね、この高さを生かしたヘディングパスや、アクロバットな動きもできるので、この配置人選は非常におすすめです。はい、で2つ目にですね、OMF を2列目の飛び出しを起用しまして、センターフォワードにラインブレーカー、セカンドトップに、メッシ、もしくはセンターフォワードに変えて、ボックスストライカーやポストプレイヤーなんか、下にポジショニングしてくれる、はい、ボールを取りに来てくれる選手でもあるかなと思います。はい、3つ目にですね、OMF をまた2列目の飛び出しを起用しまして、センターフォワードにボックストライカーか、ポストプレイヤーで、セカンドトップにもう1枚2列目の飛び出し、を起用していく、戦術になってきます。でこの3つ目がね一番作りやすいかなと思っておりまして、で OMF に関しては攻撃の能力値と決定力が高い選手が非常にこう攻撃が安定して使いやすいため、2列目の飛び出しの選手に当てはまる選手が多いんですね。でメッシ以外だと2列目の飛び出し中心に人選する方がスカッと非常に組みやすいです。FP 選手でも2列目の飛び出しの選手が非常に多く出てきておりますので、スカッとはね、組みやすいのかなと思います。はい、で FP のオスカル選手、こちらね今おすすめしたい選手なんですけど、はい、ですね、まずね攻撃の能力値がですね平均90を超えておりまして、決定力だけ85なんですけども、これがね90を全部超えてるというところで非常に使いやすいです。はい、なので控えにはオスカル選手、まあもちろん先発でもいいんですけど、で後半もね7あって、逆足精度も3ある、あとダブルタッチ、ヒールトリック、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、なんかね、スキルも優秀ですので、かなりね使いやすい選手なのかなと思います。はい、でもう一人ね紹介したい選手がいまして、優秀な金選手をね見つけまして、この選手、はい、セバスティアン・アルル選手ですね。この選手がねポストプレイヤーなんですけども、ですね、まずね基本的なねオフェンスセンス90、決定力90っていうのはあるんですけど、この辺の能力値もまあもちろんで、ヘディングも高いで、スピードがねポストプレイヤーで85、キック力もあってフィジカルコンタクトが95、スタミナもあって、で高音は6でまあ普通なんですけど、スキルも優秀でね、もちろんヘディングできますし、シュートスキルもある。でワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、でチェーシングがついてるっていうね結構貴重なポストプレイヤーになっておりまして、これがね仮に FP で出てきたら結構強いんじゃないかなと思っております。でそのままでもね強いんですけど、この選手に非常に使いやすくて、でまあ使い方としましては、ボールを持ちすぎないようにポストプレイするのが、おすすめです。はい、スピードとね、フィジカルコンタクトを生かしたねワンタッチパスで最後2列目の飛び出しの選手を生かす動きをした方がいいのかなと思います。はい、以上がね攻撃の、戦術になっていきます。はい、で最後にですね、ガスペリーニ監督はですねとにかく攻撃が強い反面、カウンターを受けやすい監督になります。でしっかりね、守備を固めて、ボールを奪取することが、重要になってきます。攻撃力はね3バックの監督でもトップクラスになりますので、点をねたくさん取りたいなっていう方はこの監督は非常にお勧めしております。はい、でいかがだったでしょうか。はい、ガスペリーニ監督、皆さんもぜひ使ってみてください。それじゃあまた、さよなら。